ロス・レバグリアティはカナダのプロスノーボーダー。ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー出身のイタリア系。1991年にプロになり、1998年長野オリンピックで初めて正式種目となったスノーボードの大回転に参加し、優勝資金メダルを獲得した。しかしメダル獲得後にレバグリアティの循環器からマリファナが検出され、レバグリアティはメダルを剥奪された。 これに対してマリーファナはカナダでは批判罪であり、競技のパフォーマンスを強化する効能は発表されて、いないとレバグリアティは主張し、結局はレバグリアティの手にメダルが戻った。レバグリアティは2006年8月2日、カナダの民放テレビネットワークである CTV テレビジョンネットワークに訴訟を起こした。同テレビのウィスラーというドラマの中に登場する人物が 自分の性格に基づいて作られており、自分のイメージを害したと主張した。その登場人物は、ベック・マッケイといい、青い瞳で、ブロンドの髪の毛で、ウィスラーに住むオリンピック金メダリストという設定である。ブリティッシュ・コロンビア州の最高裁判所はこれに、和解の判決を出した。2008年7月14日には、 スポーツイラストレーテッドでオリンピック優勝後からのレバグリアティの人生を紹介する特集が組まれた。ありがとうございます。